松田的スーパーヒーローラジオ特撮で遊ぼう。特撮で遊ぼうは特撮というジャンルを様々な形で遊んでしまおうというコーナーです。今週のテーマは特撮ことわざを作っていただきましたよ。ことわざと特撮をバーンってやってこう新しいものを作り出すっていうね。そう。いや本当にハードル高いんじゃないかなってなんかね、急にそんな日本語で遊ぼうって言われてもねってみんな大丈夫ごめんねって思っとったんやけどめっちゃめっちゃ送っていただいて、本当にありがとう。ありがてえ。ではでは、あ、なんだ？あ、出たな戦闘員テレスさんからでございます。まさかテーマ案が読まれると思わず、言い出しっぺの法則で宿泊しながら、なんだ、脳を絞って、いくつか編み出しましたって。10個考えてきてくれたんよでも、お好きなものをどうぞお納めくださいということなので、一つ行かせていただきます。ごめんね。カッパの川流れ、転じて、ギルスの川流れ。一見やられたように見えても、水に落ちたなら大体生きているということわざ。ただし、スーツは痛む。本当にね。本当にね。そうなのよ。爆発してコッパみじんなったら終わり。ただ、その、ボジャンって言った時は、ワンチャン。ね。だって一応クッションはあったわけだし、水の中に消えちゃうということは、だからもうそうなったらね、手榴弾みたいに投げるしかなくなっちゃいますから。あ、出てた。当たったな、みたいな。そう、だから、これに関しては、次の週とかに、川岸にこうやって流れ着いてるっていう、説もまあまあ、ね、多々あるじゃない。多々ありますからね。いや、これはいいなと思った。純粋に自分で起き上がってるパターンもね、自ら上げるパターンもありますけど。ね、上手。上手。じゃあ続いて。はい。ね、戦闘員黒木さんからいただきました。ありがとう。素顔隠して、名を隠さず。元の言葉はね、頭隠して尻隠さずです。ということで。ゼンカイジャーのジュランたちのように、変身後の名前に本名が入っている人や。あ、ゼンカイジュラン。そう。大レンジャーのように、変身後の名乗りで本名も言う人たちのことを指す言葉。なるほどね。中途半端という意味で使われることもあれば、堂々としているという意味で使われることもあるということでね。顔は隠しておりますが、結局本名が出ているということは、あ、変身者だって分かられてしまうというね、ことがありますから。魔法育ではないんだけど。絶対。ね、やっぱ変身前がバレると死にますから。それは魔法育ほんまに。いやね、本当にこれは結構ヒーローとしては痛手だと思うんでね。だってバレたらあかんとかだよ、あのマジレンジャーとかどうだっけ、そうじゃなかったっけ、うわどうだっけ ね普通に考えたら敵にはバレない方がいいよね。そうはいはい、続いて、はいはい、じゃあ、戦闘員三原王次郎さんからいただきました。ありがとう。天井からカイザポインター。あ、なるほど。仮面ライダーカイザのアイテムであるカイザポインターが天井から落ちてきたという逸話から、アイテムの入手経路は深く考えなくても良いという意味。じゃあ、どっから出したって思うけど、ね、本当にね、よくビルドの頃やったかな、なんかさ、いた、四角の銀色の箱、いただよね。わかるよ。板に。ビルドね。はいはい。そう。あれを後ろからガチャって毎回こう出してくる人たちがいたんだけど、それが気になってしょうがなかったよね。どうしてって。それ本当に持ち歩いてたのってちっちゃかったらまたわかるけど、ベルトもわからへんけど。なんかさ、これがまたさ、そういうこう、後ろからこうやって撮った風だなとかさ、あとその天井からなんか、天井っていうかこの画角の外から降ってきたとかじゃなくて、そのカイザーポインターに関してはマジで天井から出てきてるっていう。バカそれやったらまだ空からの方がね、神秘的だったりするんですけれど。誰いやもうこれはいい着眼点ですね。いや結構みんな着眼点が面白いなと思っておりましたが、続いて。戦闘員ラッキョウさんからいただきました。ありがとう。貝ガニに身を食われる。怖いあー、で貝に手を噛まれるか。はいはい、そうですね。ちょっと待って、怖
版の仮面ライダー龍騎に登場する仮面ライダーシザースは仮面ライダーナイトの対戦に敗れてデッキが割れてしまいます。そのせいで契約が破棄されて手駒のように利用していたミラーモンスターボルキャンサーに食べられてしまうことに。あれマジショッキングやった、私も龍騎を初めて見たときシザースの登場が思いのほか早く、そして退場もものすごく早かったので短期間でインパクトを残せるキャラもなかなかいないなと思いました。まあもうじゃあ悪人が過ぎたっていうのもあるけどねこれで一人減りましたね。自己申告は私の中では名言、迷いの言葉確かに他の悪いやつがさ、こうなんかここで一人死にましたねって遠くから言ってるとかじゃなくて本人っていやーこれはとってもこうもうあのいやこれ、ね、上手やな。メール読んだ瞬間怖って言っちゃったけど、それが序盤に起きていた事件ですからね。しかも怖って言ったけど、えそれこの人かわいそうじゃないって、まあ、手ごまのように使ってたとはいえ食べられちゃったのかわいそうじゃないって思う人もいるかもしれへんけど、その人はあの同僚かなんかを殺して壁にコンクリで埋めてる男なんて本当にもうみんな怖いいやマジで子供向けかってねえ、さすが犯罪者が仮面ライダーになる作品やなとね思っておりましたけど、現状からライダーベルト出てくる仕掛けに一文字やめなさい本当にはい、じゃあラスト1ですよ。はい、戦闘ヤーマさんからでございます。ありがとうございます。ゴジラが歩けば名所に当たるなるほど、ゴジラシリーズ特に昭和や平成 VS シリーズではゴジラは大抵有名どころの観光地に上陸したり暴れ回ったりしています。映画を見るとちょっとした旅行感覚を味わえますということで、ほんまかー、ほんまにそのえってどこみたいなとこじゃなくてそのちゃんとやっぱ目立つ街っていうのは、うん、そうだね、寄せつけるんじゃない。確かに東京タワーだとかね、そうそうそう、分かりやすかったりしますから。分かんないけど明かりに寄っていく虫のようにさ、うん、なんかあそこはエネルギーの気配がするっていうのが確かにね、でもゴジラにとっての確かにライトとかいっぱい使ってるやろうからね、そもそもね、遠目から見てもあそこ光ってんなみたいな、うんうんうん、じゃないですか目で感じてるかどうか分からへんけど、はい、そういや確かにこれが分かれば、これなんか印象的な看板潰れたけどもしかしてここって有名なんかなって調べたりっていういいきっかけではあるのかなと、うん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 、私そのヒレカツって呼んでるさ、そう鎌田くんも鎌田くんってみんなが呼んでるからあそこが鎌田なんだっていうことを知ったりしたから、あれも分からんかった、見てるだけで、それを思うとね確かにこんなに地名を覚えるのにいいかもしれないなって思いましたよ、うん、ということで、日本全国ゴジラの聖地巡礼を、ね、してる方絶対いらっしゃいますね、まあ、確かに調べてみようねみんなね、はいはい、素敵な特撮ことわざいろいろありがとうございました。松田的スーパー